めっちゃ元気っつって走ったんやで。でも多分あのオブセッションの子ストライクかな。やめますさんももう待機しているわあそこに、上んとこ。マジか、助けて速攻元気とかもたまんないよね。アドレナリン持っとるんかーいっつって、あそこでバレていくうちに地下室に入って。作詞すぎんかそれ。やってまいりました、オートヘブンレッカーズ、レッカーズヤード。本日は第一村人でね、側面面とされて、がっくり、あ、がっくりくりだにゃん。あるよね、第一村人でね。本当に。よく死ぬ日あるからな。気をつけんとか。通ってもないかな。マジですか。そこの発電機は、いけてる口かい？ぱっと見。通ってもないな。正面から来た。いた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 。どこにいるのかと思ったんです。そっち系。びっくりした。完全に盲点やった。あー、破滅もあるんだ。え、破滅って。破滅ってそうなのかい。てってりってってりってってり。投げられそう。こっち行くべきだな。投げないんかい。今倒してよかったな。あ、ナイスナイス。最初あそこに見に行ったけど、そこにあったんだ素直に。それは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 ムチがあるぜ、ありがとう。あの片手に持ってるのがツールボックスだったらサボタージュ案件やったけど、気をつけられよ。おっとデッドハード、ピュッと飛び出たデッドハード。おっと当たらない、そしてやられる。まあシナリオ通りだよね。あ、バレたかな、バレちゃったかな。 やばいぞバレちゃいそう。せめてあの人を先に起こしてやってもいいやもしれん。警戒中警戒中警戒中。警戒中警戒中。そうだね、あの奥の子を先に元気にして解放してからのザ救助。ありがてー。あんまり良くないな、逃げ場所として理想的ではない。わあ、ここなんもないね。こりゃまずいぜ。ありがとうメグちゃん、助かった。あ、メメントされた時はありがとうございますとね、あ、言うといい気分になるのでおすすめです。ありがとうございます。やだやだ、探さないで。私のことはもうお忘れになってください。ちょっと足が出てる、声でバレそう。早く早く、オブセッションが追われてるな。一発、なんか近いんだよね。そこでやってんのかな。板倒してないぞ。やべ、あ、やべ。チロッと出ちまったぜ。あそこの方がちょっときつ、危ねえな。おい、どっから投げてきたよ。確実に見えてなかったぜ。チロリチロリ。バイバーイ。なんでこっちに来たんや。私を最初に第一村人で行く感じかい。デッドハートじゃない、ありがとう。ちょマジで、ちょマジかい、マジ VIP 待遇すぎんか。ちょっとマジかよ。やめますさんが壁になってくれたんだよ。あの人やめないよきっと、デッドバイデイライト。あの人すごいじゃん。もう風前の灯火かと思ったら、もう死ぬまであと数分みたいな。
肉壁がやばい。でもあの子持ってんのかな、共感エンパシー、エンパシー持ってる。ちょっと私そろそろハズンギおやりになってもいいかしら、お仕事してもいいかな。やば、スルドハントレスの斧がやばすぎる。よくみんな復活したよね、あの絶望的な状況から。スキルチェック美味しいの。なんか気をつけんとすんげー遠くの見えんところから投げてきそう、あの先とかね。やれるならここやろう。近くついてないもんな。あれもしかしてここら辺って私が最初ら辺にかけられた付近なのか。最初に引っ掛けられた付近の発電機が全然いけてないと思うから、そこら辺が偏っちゃいそうなんだよな。でもなんやかんやまだ2人だね、負傷してるの。あそこにいる、やりてぇなー。あ、追われてる、見つかった。オブセッションだ。あの子もね、最初にねあれしてたから。あ、いた。あ、ナイス。いるかな。こっち来てもおかしくないから。投げてる。だ。投げていく。やばいね今回みんなね。うまみんな。やめますさんの的確な肉化で。でも治療できるかな。一応ここを蹴っていったけどな、偏ってないといいな。頼むぞ。ぷゆぷーって、あそこもあったね。お、向こうも順調。あとそこだな。あ、やっとくか一応な。オブセッション揺れてないからバレてないんだね。あー、やめますさんがついに確保です。でもやめますさんなんかストライクとか持ってそう。じゃない？スキルべし。あ、やめますさん地下室じゃない、あれやばくない？やめますさんこれピープー。まずいな、救助に向かわねばな。私が向かうか。あ、ゲートに投げてる。気づいちゃった。見て、それなんで当たるんだい。ここ板ないんだよな。追い出されるだけか。だったらゲート開けようかな。いや、斧回収ね。で、あっちのゲートね。で、こっち近場のゲートやらんといかんけど、なんか投げてきそう。お、からの安全に救助に向かっていくスタイル。あ、うまいうまいうまい。足跡残してないんじゃないかな。あ、やばれるわ。いや、一回そこでスルーして、いや、バレてからのボロタイム、ボロタイムかな。命がけでやめますさんを救助した。あ、でもやめますさんアドレナリンだ。そら、ちょっと熱い展開すぎんか。めっちゃ元気っつって走ってたんや、あれ。でも多分あのオブセッションの子ストライクかな。やめますさんももう待機しているわ、あそこに上んとこ。マジか。助けて速攻元気とかもたまんないよね。アドレナリン持っとるんかーいっつって、あそこでバレていくうちに地下室に入って。作詞すぎんかそれ。だからのやられ、からのいけるか、持ち抜けれるか、ボルタイム来るか。壁になる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 。でも多分ストライク、でも多分ストライクあるか、ある。やっぱり持ってる。ストライクデタードかな。大丈夫か、そこ歩いていいのか。デタード決めるんか。作詞すぎる。今回みんな作詞すぎるやろ。ボロッと英雄キャーイ。英雄持っとるんかーいって。
敗した。嘘でしょ、英雄かって。だからあのオブセッションの子もわざとギャラリーに来てたんかな。あのフックのところで2回目したの、あれ計算だったんや。全てがなんという計算され尽くされた森だったんだろう。やばすぎるっていうね。みんなレベル高って、作詞レベルが高すぎる。まさかの展開だよね。ちょっと誰も見てない。誰も見てないけど、自己治療がなかったんだ。死ぬぞケイズちゃん、行かないと。いや英雄だね。英雄デッハにストライクってもって、ストライク、あ逆境があるからむしろ復習してる方が発電機早かったんだね。で、やめますさんはね、あのアドレナリンと逆境というね。いやびっくりした、アドレナリン持ってるなんてみたいな。持ってバーベキュー&チリ、堕落の介入と破滅と、あー監査団の虐待か。確かにそう言われると信用ちっちゃかったかもっていうねところとなりました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。